下呂市と下呂温泉旅館協同組合は、石川県珠洲市の入浴施設海浜阿弥陀湯に今日と明日天然温泉を運びます。被災された皆様の方に天然温泉下呂温泉のお湯にご入浴いただき、ひとときの安らぎを提供することができるよう努めてまいります。タンクローリーなどで運ばれる天然温泉は2日間でおよそ15トンです。まずは被災者とエッセンシャルワーカー限定で無料で入浴できるということです。さらに3月中に2回天然温泉を運ぶ予定だということです。